揃えということで始めてまいりたいと思います。今日は幼児教育の保育の消化適応を求める署名の提出ということで、福岡県を中心ということで皆様お越しいただきました。ありがとうございます。それではよろしくお願いします。私たちはコロナ禍の苦悩をみんなで協力して立ち向かっていく中、まさかと起憂していた朝鮮学校外しという問題が現実になったことに深い落胆と強い憤りを感じています。保護者たちの切なる願いを汲み入れ、次のことを速やかに行うよう強く要望します。1、隠し学校も無償化対象と認め、朝鮮学校幼稚園のすべての園児たちの保育料を無償化すること。1、当面、各種学校の幼児教育、保育施設を幼児教育類似施設などの新たな支援の対象として認めること。すべての子どもたちに、健やかな成長を支援する、そういう基本理念を謳っていながら、なぜ最初から各種学校の全ての子どもたちと謳っていながら、なぜ最初から各種学校の幼稚園を除外したんでしょうか。この無償化制度からの私たちの除外っていうのが、全日朝鮮人の存在をなくすための制度に行わないんじゃないかなとしか思えないからです。でこの養護無償化からの保守学校の除外問題も本質は一緒ではないかと思っております。どうかこの養護無償化制度というのを各種学校で朝鮮幼稚園の子どもたちにも適用していただきたいです。よろしくお願いします。単にお金をということで、私たちは補助金をくださいとか無償化をしてくださいとかというよりも、自治体の皆さんが工夫をなさってですね、そういった子どもの安全に関する、配慮等を実現してくださったり、そういうことも実際に地方でありますので検討していただきたいとお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。すべてと公平さと差別というのは非常にまた違ってくることを子どもたちにずっと1年生の段階から教えていきます。でこの整合性がこの問題に対して取れないというのが、この愛矛盾した問題で今朝鮮学校からお話しされたと思うんですね。いわゆる学校って何ですか、いわゆる幼児教育施設って何でしょうというときに、法律上の解釈がかなり狭めに設定をされていて、というのが行政側がルールを動かしているときの受け止め。そうすると子どもたちの居場所って例えば幼稚園、保育園、認定こども園、この3つで隠れるわけじゃないですよねというのが世間様の見方ですよね。各府省での検討取り組み状況は逐次国会の側からもしっかり報告をチェックしながら、では本日の場はこれで以上とさせていただきます。ご協力ください。ありがとうございました。ありがとうございました。오늘서면제출해가지고각산소가응해주셔서우리운동의성과로서발전이있었다는좀감도합니다계속힘을합쳐서지방에서노력해나가자고생각합니다